酒井忠次お呼びにより参上しました。ふむ、貴公を呼んだは他でもない、飛びガス山砦を攻め落としてくれ。飛びガス山砦は長篠城の東にあり、長篠城内を見渡せる高地にある重要拠点で、武田信玄の異母邸にあたる川久保信真が守っていました。なんとそれは昼の軍議でそれがしが提案して却下された案。なんとか2日で最低限の防御能力を持つ野戦築城ができたの。織田、徳川軍は設楽原に柵や土塁、堀などを築き、壮大な規模で野戦築城を行い、わずか2日である程度の防御機能を持つ陣を構築しました。この陣を構築している時が最も怖かったが、幸いにも武田軍は物見櫓や高地から監視するだけで攻撃はしてこなんだ。持ってきた多くの鉄砲を包み隠さず前面に配置して守らせたのが良かったのかもしれぬ。ここまでできれば武田軍が攻めてきてもなんとかなろう。となるといかがして武田軍を誘い出すかじゃが、それがし妙案がありまする。長篠城の東にある武田方の飛びガス山砦を攻めさせていただきたい。ここを落とさば長篠城との連絡ができるようになり、さらには武田軍背後を脅かすとともに戦場全体を見渡せる高地を獲得できまする。さすれば武田軍はここに攻め寄せるか、飛びガス山砦を奪還するかの選択を迫られるでしょう。ダメじゃの。そんな策がうまくいくとは到底思えぬ。却下させていただこう。そうですか。昼の軍議で却下したのは情報が漏れては困ると思ったからじゃ。飛びガス山砦を攻めるというのは見事な案じゃ。ぜひやっていただきたい。やってくれるであろうの、忠次。はっ、喜んで。忠次は夜間に行軍して飛びガス山砦を早朝に奇襲した。大事にございまする。飛びガス山砦が攻撃されました。なんとして戦況は大混乱に陥っておりましたゆえ、かなり危ないかと。今から援軍を送って間に合いそうか。恐れながら間に合わぬかもしれませぬ。そうか、間に合わぬかもしれぬか。ならば予定通り信長家康の本陣を攻める。奴らを追い返せば飛
三ヶ瀬山砦が落ちようとも取り返せるし、長篠城も落とせる。皆の者、出陣じゃ。おお。そしていよいよ両雄が激突するのですが、そのお話は次回にて。